メアリ・シー・コールメアリ・ジェーン・シー・コールは、ビクトリア時代のイギリスで活躍したジャマイカ出身のクレオール女性で看護師。パナマ及びクリミアにおいて、母親から受け継いだ薬草の知識と伝統療法を用いて、疾病の看護を行う傍ら宿を経営していたが、クリミア戦争における戦場医療の惨状を耳にし、自身の能力を活かせるだろうと考え、 ボランティアの看護師として志願するため、単身ロンドンへ赴いた。しかしながら、これらの治療をはじめとした豊富な看護経験があったにもかかわらず、フローレンス・ナイチンゲール率いる看護師集団への参加は拒否された。そのため、シーコールは自身で旅費を区面し戦場へ向かい、前線における負傷者の扱いがあまりにひどいことに衝撃を受けた。ナイチンゲールの看護師団は、 広報基地と野戦病院のあったスクタリを中心として活動していたのに対し、シーコールは前線へ赴もき、戦火の中にあって、出来味片隔てなく多くの負傷者を救った。この行動は当時の人々から賞賛を受けたが、ナイチンゲールとは対照的に、その死後は人々の記憶から消えてしまった。その業績が再評価されるようになるのは、その死からおよそ100年後のことであった。 教師イコールは、日本での知名度は極めて低いものの、その勇気と医療技術が評価されるのみならず、人種的偏見の根強かった、ビクトリア朝、イギリスにおいてその苦難に耐えたクレオール女性の一人として語られている。1857年に出版された、後日筆記によるシーコールの自伝は、根結の女性のものとしては最初期の自伝とされている。 メアリー・ジェンシー・コールは、ビクトリア時代のイギリスで活躍したジャマイカ出身のナースです。メアリーは1805年、ジャマイカ・キングストンで、スコットランド出身の父とジャマイカ人の母との間に誕生しました。父は英国の軍人で、母はキングストンにブランデルホールと呼ばれる下宿屋を所有しており、そこでジョイとしての実践もしていた。メアリーは幼少期から、 母親の医療実践を間近に見て育ち、母親から地方の薬草を用いた伝統的治療法を学んで行ったという。当時、メアリーのような植民地出身の人々は様々な文化や血統が混在するという意味でクレオールと呼ばれていました。彼女はクレオール最初のナースとしてその名を残しています。当時、クレオールの人々は奴隷として雇われ、 中野農園の仕事をしながら自分たちの食料も自給自足を余儀なくされていた。しかし、メアリーの家庭は奴隷ではなく比較的自由なクレオールであった。しかし、植民地出身で肌の色が違うということは階級社会のこの時代には決定的でありメアリーの人生は寒難進苦の連続だった。メアリーは10代の多感な時期から 医療に携わる自立心と行動力を培うと同時に人種主義的な社会の矛盾を体験していた。20歳頃からブランデルホールに住み込みで母親の手伝いをしながら看護に従事していく。メアリーはこの時、大熱病にかかった兵隊たちへの治療の手伝いもしている。それから彼女は大火事によって消失したブランデンホールの再建や 母親の死などを乗り越えながら医療のキャリアを積んだ。1850年代には、メアリーは19世紀以降に、たびたび世界的に流行したコレラの治療にも、携わっている。1851年、メアリーはパナマにホテルを開いた兄弟を訪ねて、自身もパナマに渡った際には、独力でコレラの治療に従事したという。この頃、カリフォルニアでのゴールドラッシュの影響で、 アメリカ西部に渡るための主要な中継地の一つとして、至る場所からパナマへ人が集まっていた。さらにメアリーは、これらで亡くなった乳児の検視解剖をパナマで実施したことを明らかにしている。この時の検視解剖について、メアリーは自伝において、私にとっては新しくて、断然有益だったけれども、男性医師たちはみんなよく知っている結果でしたと男女の差にも触れている。その後、 メアリー自身もこれらに感染したが、克服している。このようにして、メアリーは医療の専門的知識と実践スキルを習得していったのである。メアリーは幼い頃からジョイであった母の背中を見てきて、医療に携わる自立心と行動力を培うとともに人種と性別の壁を漢字看護に身を投げ出す。しかし時代は、大国同士の戦争へと進みます。1853年。 ロシアとトルコの間で対立が生じ、クリミア戦争が勃発した。翌年、ロシアの進出を嫌うイギリスとフランスが、トルコ側の支援に回り、同盟を結んだ。1854年秋には、ナイティングエールがイスタンブルのスクタリで、負傷兵に対する看護を開始している。その頃、メアリーはジャマイカで、ロシアに対する戦争が開戦し、 クリミア戦争における戦場の医療の惨状を知ったメアリーは自身の能力を活かすためボランティアの看護師としてクリミアでイギリス軍に尽力することを絶望したというクリミア戦争勃発時の心情についてメアリーは以下のように語っているどこかの戦争のことを聞いたら私は一刻も早くその戦場で力になりたいたいと絶望していましたそして 私がよく知っている、たくさんのジャマイカ兵たちが行動を起こすために、イギリスへ旅だったと聞くと、なおさら彼らと行動を共にしたいという願望は強まっていったのです。そのため、単身ロンドンへ赴きました。1854年の秋、メアリーはロンドンに到着し、クリミアでの看護を繰り返し、イギリス当局に申請した。具体的には、戦争局医療局、 さらにはナイティングエールに続く看護師の第二部隊の採用担当者といった複数の機関、人物にメアリーは申請したが、それらの努力は実らなかった。黄熱病やコレラといった強力な感染病の治療に対する専門的知識を有していたにもかかわらず、イギリス初期間からクリミア戦争における看護実践の度重なる拒否を受け、メアリーはひどく失望したという。近年の研究では、 メアリー以外にもクリミア戦争における看護師の出願を人種のために拒否された例があることが明らかになっている。1855年、メアリーは自力でクリミア半島への渡航費と医療物資を調達し始める。その時、メアリーの協力者となったのが運送業のためにクリミア半島へ向かおうとしていたトーマスデーだった。二人は 軍人に対して食料や飲料を販売する軍商人として現地に赴き、同年3月にトルコに到着した。その後、7月にメアリーとデはクリミア半島で激しい戦地となったバラクラバの郊外に位置した軍基地の近くでナティンゲールの病院よりもさらに前線の近くで持ち前の詳細でホテル、食堂、雑貨商店を創業したのである。そこでは、 全ての地位の軍人に対して宿泊所、食料や物資、そして看護ケアが供給された。メアリーが戦地で行った看護ケアの中には彼女がそれまでのキャリアの中で身につけてきた伝統的な薬草による治療も含まれていた。そしてジャマイカ時代にこれらの治療で名を挙げたメアリーの元に参じてくる負傷兵を敵味方に関係なく治療して軍医にも勝るとも、 劣らない成果をあげる。クリミア戦争が終結を迎える1857年3月まで、メアリーは戦場の前線近くで地位や国籍に関わらないすべての軍人に対する。だがメアリーが戦うのは、病気や肌の違いに起因する階級差別だけではなく、無法地帯とも言うべき統治での使用人に至るまでの日常茶飯事の盗み、果ては殺人に至るまでの難事だ。 クリミア戦争が終結した当時、施設内には過剰な物資と個人的な名祭表が残り、メアリーは危機的な経済状況にあったという。戦後メアリーが破産状態で帰国した時に戦場で手当てを受けた無数の名もない兵士や遺族たち及び高官たちが基金を設ける。二度目の破産の時にはブトクトリア女王も支援した。メアリーの明るく人に好かれる性格は、 最高司令官のラグラン卿をはじめ軍の高官とも親しい関係を築いた。さらに史上初めての従軍記者といわれるタイムズ氏の記者が同年6月にクリミア戦争におけるメアリーの存在を大きく報道し、彼女の戦地における貢献は社会的な評価を獲得した。当時も白やきなりが主流だったナースのユニフォーム。メアリーのユニフォームは赤に 黄色や青などの原色を多用しています。そこには暗く辛い戦場で明るい色を身にまとい、少しでも負傷者の気が紛れるならばという思いがあったと言います。前線は敵味方入り乱れていましたが、メアリーは分け隔てなく多くの負傷者を救い、人々から、ま、メアリーとナイチンゲールは両者の全く異なる看護における達成を評価すべきであり、メアリーを 黒人のナイチンゲールというように、ナイチンゲールの影に隠すべきではない。メアリーとナイチンゲールは、両者ともに、クリミア戦争において、看護実践を展開したが、両者の実践はそれぞれ異なる、長所短所を持っていた。端的に言えば、ナイチンゲールが、クリミア半島から離れたトルコ本土の病院での、優れた管理能力を発揮したのに対し、メアリーはより、 メアリーとナイチンゲール自身がお互いに対して抱いていた印象についてはあまり記録が残されていないものの祖語があったとみられることがで明らかにされている。1855年3月にトルコに到着したメアリーはスクタリの病院へナイチンゲールを訪問し短い面会をした後その晩はスクタリの病院の洗濯係の部屋に宿泊したという。メアリーは後に バラクラバで何度もナイチンゲールを目にしたと記録を残しているが、詳細については述べていない。ただし、メアリーが抱いたナイチンゲールの第一印象としては、以下のような記録を残している。穏やかで、それでいて鋭い観察力を持っている。いかなる時も、おそらく無意識的に正義へ歩んでいく。小さな行動に対しての気遣いができる女性それを、 表したのが、フローレンス・ナイチンゲールでした。その英国女性の名前は決して死んでも耐えることはなく、その運命の時まで、英国男性の唇にはまるで音楽のように、聞こえるのです。この第一印象に対する記述を含め、メアリーのナイチンゲールに対する印象は、外してポジティブなものであり、また、ナイチンゲールの方も自分について良い意見を持っていると、信じていたという。一方、 ナイチンゲールはメアリーについて複雑な感情を持っていたことが紹介されている。例えば、ナイチンゲールは彼女の義兄邸に宛てた手紙の中でメアリーについて彼女はいかがわしとまでは言わないにせよ何かしらそれに似ていなくもないようなものを感じた。クリミア戦争の時は居酒屋のようなお酒を提供する食堂を経営していた。そこで多くの人を 大酒飲みにしていた。という記述をしている。ナイチンゲールが人種的な観点にどの程度の影響を受けていたかは明らかではないが、少なくともナイチンゲールが当時のディケンズの小説に描かれているような不潔でだらしない看護師のイメージを変えることを願っていたことはよく知られており、メアリーが時には種類を施設内で提供していたことには強い抵抗があったようである。したがって、 ナイチンゲールは自身の病院で働く看護師たちとメアリーの間の交流を積極的には取ろうとしていなかったことが紹介されている。白衣の天使、ナイチンゲールの近代看護教育の確立、社会企業家、統計学者、近代的病院建築設計等の超人的な業績と比べるとメアリーの活動はあくまで個人的である。一体かなる力が働いて、この二人に 運命的な人生のレールが敷かれたのか。ナイチンゲールは、我に使えよという神の声を聞いて、看護の道につく。メアリーは幼い頃からジョイであった母の背中を見てきて、医療に携わる自立心と行動力を培うとともに、人種差別の壁を感じ看護に身を投げ出す。ありがとうございます。